西野明さんは、西野バレエ団の創始者で、西野流高級法、西野塾取材者、大阪府生まれ、大阪市立伊勢在学中、宝塚歌劇団男子部に2期生として入団。本格的なバレエを習得するために、東京の東ず優作バレエ団に、内地特別留学生として、宝塚に席を置きながら1年間派遣され、その後は宝塚歌劇団。 宝塚音楽学校バレエ教師として教える傍ら、振付を担当。1951年ニューヨークのメトロポリタンオペラバレエスクールに留学。1953年西のバレエ団結成。日本各地で古典バレエからコンテンポラリー作品まで数多くの作品を上演しその構成、演出、振付を行う。同時にバレエ評論家として読売、朝日、 毎日など、各新聞紙上に、バレエ表を執筆。1958年から、読売テレビのテレビバレエ番組、バレエオムニバス、その後、エビオスバレエ劇場の構成、振付を担当。1964年から NHK、歌のグランドショーの企画、作、構成。1967年より、日本テレビ、レガールズの企画、作、 構成など数多くのテレビ番組を手掛ける。小畜、西のバレエ団提携作品映画も複数手掛ける。1969年ブラジル国際音楽祭にプロデューサーとして出席。1971年よりチリ国際音楽祭に審査員として連続出場。1971年イミック国際音楽会議出席。1975年50歳にして、 合気道入門。合気道本部にて、同種、上島吉祥丸に指示。合気道師範。合気会評議員となる。1981年大気圏師範、沢井健一に指示。中国憲法師範となるほか、医学、バレエ、武道の経験と、新たなひらめきにより、健康法西野流呼吸法、西野ブリージングメソッドを創始。気の力によって、 相手を触れずに吹き飛ばすデモンストレーションを行いテレビでも放映され、話題となった。東京と大阪に医学とバレエの体の動きとメカニズムから、西野流呼吸法を開発し、教室、西野塾を開き、毎日塾生たちに稽古をつけている。塾生には、医者、大学教授、経営者、芸術家、弁護士をはじめ主婦、会社員、 学生など6歳から90歳代までの老若男女がいる。西の流呼吸法の科学的解明を目指し、国内外の研究機関、大学との共同研究を開始。医学ジャーナル誌、エビデンス、ベースドコンプリメンタリーオルターナティブメディシニやニューラルプラスティシティに論文が掲載されている。医学関係の学会にも多数招聘され講演を行う。 大阪国際女子大学客員教授、大阪市立大学大学院医学研究科客員、研究員を歴任。1953年に結成。大阪、手塚山に活動拠点を置いた。1954年、西のバレダ団旗揚げ公演にて、ジゼル、若者都市、くるみ割り人形を上演。当初はその名が示す通り、 バレエダンサーの育成が中心だったが、1960年代以後のテレビブームが引き金となってテレビ番組に進出。これを機に活動の場を東京へ移した。こうして、金井勝子、岸ゆき、原田いとこ、由美香織、奈美悦子、恵美さなえ、島ゆ浅田留美、などを輩出した。中でも、金井、原田、由美、奈美、恵美はバレエ団内のユニット。 レガールズとして活躍した。現在バレエ公演はほとんど行われておらず、芸能プロダクション、西の流行休法普及のための活動が中心となっている。ありがとうございます。